そんなうちにはいつも笑ってて明るい感じの子かなと。普通の子、楽しく遊べるし。こう話すのは、今日殺人の疑いで再逮捕された田村瑠奈容疑者と事件後の7月中旬に会ったという友人。事件後会った時、どういう雰囲気でした？普段と変わらず普通。久しぶりに会って共通の話題で盛り上がって、何も変わってない。だからこう、まあ、お酒飲んでテンション上がっちゃったのかな、まあ、意気投合して優しい言葉かけられたとか。その瑠奈容疑者は今からおよそ2ヶ月半前、すすきののダンスクラブにいました。そこでは音楽に合わせて楽しく踊る様子が。およそ3分後、近くにいた人に飛びつくように抱きつく瑠奈容疑者。この相手が先月2日、すすきののホテルで頭部が切断された状態で遺体で見つかった男性だったのです。その後も口を大きく開けて酒のようなものを一気に飲む瑠奈容疑者や、2人が体を寄せ合い抱き合いながら楽しそうに話をしている様子が映像に残されていました。実はこのダンスクラブにはもう一人事件と関係のある人物が。同じく殺人の疑いで再逮捕された父親の修容疑者、59歳です。二人とは少し離れたところにいる修容疑者。手元には瑠奈容疑者がダンスクラブ内で着ていたとみられる黒っぽい上着も。修容疑者は二人が親密そうに触れ合っている様子をじっと見つめていました。これが親子と男性の最初の出会いとみられています。そのおよそ1ヶ月後。男性は変わり果てた姿で見つかりました。今日瑠奈容疑者とともに殺人の容疑で再逮捕された父親の修容疑者と母親の浩子容疑者の親子3人、共謀して先月1日から2日にかけ、札幌市中央区のホテル客室で恵庭市に住む62歳の男性をナイフのようなもので突き刺し殺害した疑いが持たれています。一家で犯行に及んだ猟奇的で残忍な事件、この親子の役割とは。瑠奈容疑者はホテルの浴室で背後から被害者男性の首付近を刃物で刺し殺害したとみられています。男性の死因は出血性ショックで、首の刺し傷が致命傷でした。瑠奈容疑者は背後からナイフで突然男性の首のあたりを複数回刺して殺害したとみられ、強い殺意があったとみられています。その後ノコギリなどの複数の刃物で首を切断し頭部を持ち去ったとみられています。垣間見える親子ぐるみの計画性の高さ。そもそも親子3人と被害男性との間には何があったのか。瑠奈容疑者と男性はクラブで会った後一緒に外に出ていました。その後トラブルになったとみられています。5月下旬、2人は一緒にダンスクラブを出た後にトラブルになったとみられていて、事件前の6月にもすすきののダンスクラブで少なくとも1回は会っていたとみられるということです。瑠奈が計画したと思います。すべては瑠奈の方だと思います。首切るとかを瑠奈が決めたのかっていうのはわからないけど、殺す気ではいたのかなと。こうするって決めたらこうすると、だから何かがあって俺に相談したのかな。瑠奈が言うことは絶対とか、そういうふうに思ったのか、過保護というか。娘の言いなりだったという父と母。瑠奈容疑者が男性の殺害を思いつき両親に相談したのでしょうか。修容疑者と浩子容疑者の共犯性について専門家は、おそらくは殺害の実行行為、これが行われる前の計画段階から、瑠奈容疑者の両親も関与があったということだろうと思います。自らの犯行を他人の行為を利用して行ったという評価が可能であれば、単なる手助けではなく、
正犯自らの犯罪として処罰されるということになります。今後の捜査については、今回の殺害にそれぞれがどういった関与、役割分担を果たしたか、ここが重要なポイントになってきます。防犯カメラであったり、各人の通信状況であったり、ネットの閲覧履歴であったり、こういった物証で各供述の裏付け捜査をこれから慎重にしていくことになると思います。男性との間には一体何があって、なぜ世間を震撼させる事件にまで発展したのか。警察は3人の認否を明らかにしていませんが、親子の役割や犯行の動機など慎重に捜査しています。